はい、2月1日になりました。今日は土曜日なんで相場解説は本当はないんですけども、まあ1週間をね振り返ってみる意味でちょっとこの週足から見てみましょう。本来でしたらね週が明けてからこれやるんですけども、ご覧いただきたいのはこちらですね。一番こちら側のこれね、窓を開けた後に、先週の頭だから今週の月曜の時点ではこういう風なチャートバーがね、ロウソク足が形成されていたんですけども、覚えてらっしゃいますかね。こういうこんな感じだったかな。塗りつぶしでさらにこう、あれこうかこう、こういう風なチャートバーが形成されていて、私がお話したのはね、あの何かっていうとここですよ。ヒゲが出てましたよね、上に大きくヒゲ。だからこれは本当だったら陽線なんで上昇の傾向を示すんですよね、陽線っていうのは。だからこうなるはずなんだけども、この長いヒゲを出している週足っていうので始まった場合はこれはね上に行きにくくて下に向かうんだよってことを話しました。で、結果どうなってるかっていうと、週が終わった時にこれ陰線になってますよね。で同じく上にヒゲを出している陰線なんで、これはですね引き続き来週も下に向かう可能性が強いなと思いながら、こういう風になることを、こういう風になることを思い描いてます。こういう風な流れができることをね。で考えてみると、週足がドーンと大きく大きく上に向かったと思ったら下にねまた行って、でこっからまあ1個目の三角形ほど大きくないんですけども、また2個目の三角形はこのぐらいになって、で3個目の三角形がこういうふうに向かうというね。そうすると私が引いた赤い線に沿ってではないですけどね、沿ってならこうなんですけども、でもう1個のサポートがこう、この形が週足でできていってるんではないかなってことが私は見て取れると思うんですけどね。で、長い週の足では大きく取れていると。デイリーでも同じです。デイリーでも週足が大きく下がってるわけですから、売りで取れてるわけなんですよ。このね、デイリーの方も。で、デイリーで取るのはここなんですよ。週の前半では、月火の方ではちょっと取り損ねたかもしれませんけども、後半ではね、ぐーっと売りの大きな陰線が出てますよね。特にこの大陰線はものすごく取れるやつですね。次4時間見てみますよ。4時間になってくるとどうも雲行きが怪しくなってきて、4時間で取れるかって言ったら難しくって、このレンジがね2つ重なったわけなんですよ。その後で緩やかにまた降りてきて、このねわけのわかんないドカンドカンっていう V があって、どっちに行くのかなと思ったらもう一回下にズバッと降りたわけですよね。ということなんで、この、なんですかね、過去4回ぐらいの4時間足がものすごく強かった、強い陰線だったわけですよね。で1時間見てみましょう。1時間は15分も見たんですけども、ここにねゾーンを引いて、ここにもゾーンを引いていたわけなんですよ。で昨日の夜の時点でこのゾーンがかなりね、正しかったかなと思うのは、ここで頂点を迎えたところですよね。このゾーンは本当にためになったかなと思います。ですから人によっては心のね、あの間が取れたかもしれません。でもその後なんですよ、これはちょっとまだ理解不能ですね。1時間で深夜に起きたことなんで、朝起きたらこうなっていたってことなんで、解説も予測も何もしてないんですけども、これは大きな流れが来ましたよね。で下ヒゲで止まったということなんですよ。はい、で1時間はちょっと読みにくかったんですけども、週の流れってのは、あの読んだ通りになったかなと思います。しかもね、週の頭、もう一回週の頭いきますよ。これちょっとかなり大事なことですからね。週の頭がこの陽線でスタートしたのに、でも私はこれは売りに向かうんだよってことを申し上げましたね。そして実際こういうふうに形は似てるんですけども、
青と赤が入れ替わった状態で、まあ、確定なんですよね。確定寸前というか、もうすぐ確定しますけどもね。だからこれが分かると、週足で分かると、デイリーとかね、4時間とか1時間も見えやすくなるんですよ。仮に4時間とか1時間みたいな買い足で瞬間的に負けたとしても、同じ方向に張り続けることによって取れていくってことになります。大きな時間軸がね、どのぐらい買いの時間軸に支配力をもたらすかってことがね、これで、確認できたかと思います。もちろんいつも今回のような読みのようになるわけではないんですけども、今週はね、まあ、週足を予言した通りになるのは難しいんで、今回はねはっきりと宣言できてよかったなと。結構ね、自信がある週でしたからね、週足に関しました。で、トータルで週足の収益をがっぽりと取ったということになるんですけども、当然ですよ、私主戦場がね1時間なんで、週足はとてもじゃないですけどエントリーしてないですからね、儲けてないということになります。ただまあ、こうやってねチャートを読むトレーニングになりますので、週足から1時間、あ、違う、週足からデイリー4時間、1時間、そして場合によっては15分というふうに、買い足の方に見ていくんですけども、その過程でね、チャートのバーの読み方っていうのは、まあ一緒ですから、どの時間軸だろうと、どんなに細かい時間軸だろうと、チャートバーの特徴っていうのは全部一緒ですからね、よく捉えながらやっていけばいいんじゃないかなと思います。本日は以上です。また来週よろしくお願いします。